京都の縁町ばっかりですみませんが、幸吉という幸せに吉と書いて、幸吉というんでしょうかね。あの奥に見えるのが縁町の交差点で、これ北側でございます。隣が野伏さんというあの居酒屋さんですね。ここ何なのか、料亭なのか何なのか気になってたんですが、大体メニュー1000円ぐらいの、ところなのですが、お母さんが一人でやられている、おばんざいとかいろんな、料理があるお店でございました。これ葉物この対談なんですけども、これあの枝豆ですかね、豆と入ってて、これうちのおかんがよう炊いてくれたんですよ。これ美味しいんですよね。でお惣菜の中で、お茄子があったので、野菜といったら茄子があると言われたんで奥から持ってきていただいたんですが、茄子とこれこんにゃくの炊いたんですね。これも京都のうちのおかんの味っぽいです。で他にもいろいろあったんですけど、ちょっと今日あちこち回ろうと思って、あとポテトサラダだけ食べて帰ってしまったんですが、なんかね、お刺身もちょっと良さそうだし、また今度ゆっくり行きたいと思います。縁町の西大路駅を、西大路通りを北に上がった左側にあります。それではまた明日です。ありがとうございます。味付け美味しかったです。はい、それではまた明日です。ありがとうございます。